新田中 B 式知能測定テストの結果か。何ですかこれ。おう、ここ東京少年鑑別所では入ると教育を受けていないやつでも平等に結果の出る IQ テストを受けるんだ。ほら、こんな感じで数値が出る。へえ、うわ、こいつすごい。誰だ。おう、見たて新一か。こいつは何度も入っているんだが、毎回測定限界値の IQ145 を超えて測定不能になるんだ。こんな子がいるんですね。詐欺とかで捕まったんですか？まさか。暴力ばっかりだよ。有名な不良だ。残虐王子って異名がついていて、人の心がないって言われるくらいひどいことをするらしい。いつか人の命を奪っちまうかもしれんな。こんなに IQ の高い子がそんなことを。見立て新一さんは静岡県沼津市でタクシーの運転手をしていた父親のもとに生まれました。その後、東京都杉並区で育った見立てさんは勉強が得意で優等生だったと言われています。しかし、小学生の頃あたりから見立てさんはサイコパスな行動をとっていたようです。この猫をこの歩道橋から道路に落としたらどうなるだろう。あ、潰れちゃった。今度は猫を切り刻んでみよう。へえ、中ってこんな風になってるんだ。ねえ、聞いた？見立て新一くん、道路に猫落としたり切り刻んだりしてたそうよ。ええー、あの頭のいいガリベンくんが？そうなのよ。あそこは特別貧乏なわけでもないし、両親も普通、お姉さんなんかはむしろいい子よ。サイコパスってやつなのかしらね。ちょっと怖いからうちのことは遊ばせないようにするわ。私もよ。見立てさんは幼い頃からこういったことをしていたようで、頭のいい少年ながら、その噂で仲間外れにされることもあったそうですが、いじめなどは特に受けていなかったそうです。そして中学2年の時、見立てさんは突如不良化します。よう、ガリベン。今日も勉強か？まあ、せいぜい頑張れ。ガリベン見立て。おい、こっちに来いよ。はあ？どうした？うわ、おい、これは見立てがやったのか。俺をバカにしたからだ。バカにしてきた同級生を階段から突き落とし、見立てさんは鑑別所送りとなりました。このことをきっかけに見立てさんの両親は、環境がいけないのかしら。そうだな、生まれ故郷の静岡に戻るか。そうね、あそこは静かに暮らせるでしょう、と静岡県沼津市に引っ越します。しかし、転校した学校でも問題を起こしてしまいました。おい、見立てってやついるか。何？ちょっと面貸せ。ああ、いいけど怠慢で勝負しろ、と相手に言い勝負をしましたが、見立てさんは負けてしまい、番長学の少年にお菓子やジュースを自腹で買いに行かされるようなパシリもしていたといいます。そこから見立てさんは腕っぷしではなく、直結と呼ばれたバイクの窃盗技術によって一目置かれ、不良グループ内で地位を築きました。そして高校進学を機に東京に戻った見立てさん、高校はわずか2ヶ月で退学してしまいます。その理由は、女性に乱暴をしたや、学校ではもう扱いきれないほど暴れていたなどといった理由が噂されています。高校を中退した見立てさんはどんどんアウトローの道に進んでいくことになったのでした。すいません、すみません。すみませんじゃねえよ。お願いです。もう歯を抜くのは。ギャー！見立て新一、おっかなすぎるって。あいつには人の心がない。この前爪剥がれて、金属バットでボコボコにされたやついたって。俺も平気でナイフ使うし、命を落とす直前まで徹底的に痛めつけられたやつがいたって。降伏しよう。見立てさんはその徹底的な残忍さで、抗争相手を痛めつけることで有名でした。その残虐さは他にも。おい、俺の彼女に何するんだ。何するんだって？こうするんだよ。いや、やめて。うるせえ。ほら、ほら。見立てさんは抗争相手の彼女を拉致して強引に行為をしたりしていました。時にはナンパした女性に乱暴をしたこともあり、警察に捕まったこともあるそうです。
このような残忍さで三立さんはどんどん手下や仲間を作っていき、国田、佐藤寛治、松島茂といった昭和53年世代のメンバーを集めて、当時解散していた暴走族長福町ブラックエンペラーを勝手に再結成します。この時わずか16歳でした。こうして長福町ブラックエンペラーは勢力を拡大していき、このメンバーを中心に関東連合を作りました。関東連合とは構想をしない方がいい。あいつらのやり方は無茶苦茶だ。家族や彼女にまで危害を加えるし、恥ずかしい写真を撮ってばらまかれたりするぞ。特に見立て新一ってやつがえげつないらしいな。抗争相手からの報復をされないように徹底的に追い込むって話だ。関東連合見立て新一の恐怖政治は瞬く間に有名になり、どんどん規模を拡大していきました。しかし見立てさんは成人をするとお金儲けの方に傾倒したのでした。おい、いつになったら借金返すんだよ。え？あなたのところからはいくら借りてましたっけ？そうだな、500万ほどかな。そんなに借りてました？ガタガタうるせえんだよ。俺は関東連合の見立てだぞ。わかってんのか？わかりました。お金は何とかします。わかったならいいんだ。見立てさん、あの人って実際いくら借りてるんですか？知らん。え？多重債務者ってのは自分がどこからいくら借りてるのかわからなくなってるもんなんだ。そこに返済を迫れば金を払うってわけ。なるほど、三立さん賢いですね。今月は上がり3億いきそうだよ。すげえ。俺は30歳までに100億持つことを目標にしてるんだ。三立さんならいけますね。三立さんは多重債務者詐欺で何十億も稼ぎ、闇の世界で億万長者になったかと思われましたが、長くは続かず、野球賭博運営や株取引で失敗し、生活は苦しくなったそうです。悪逆非道の限りを尽くしていた三立さん及び関東連合でしたが、2008年にとある事件が起きました。それが西新宿事件です。この事件は関東連合と仲の良かった金村隆弘さんが、木村兄弟の策略によって、実家の西新宿で車を降りた際に、数名の集団に金属の棒で襲われ、帰らぬ人になってしまった事件です。金村さんと交流のあった三立さんは、金村、絶対に敵討ちしてやるからな。このことを怒った三立さんは敵討ちを誓うのでした。そしてその敵討ちのチャンスは2012年9月2日に訪れたのでした。おい、木村兄弟の弟、木村康二郎が六本木のフラワーっていうクラブにいるらしい。今日が敵討ちのチャンスだ。はい。木村康二郎の特徴は、東南アジア系のハーフ、短髪に浅黒い肌、はっきりした目鼻立ち、屈強な体格、怪我が原因とされる片足を引きずったような歩き方だ。間違えるなよ。はい。おい、片足を引きずってる男を知らないか？ VIP 席のあの人じゃないですか？ありがとう。行くぞ。こうして関東連合のメンバーは木村康二郎さんと間違えて、たまたま特徴の似ていた一般男性の頭部を殴って命を奪ったのでした。このことはすぐに警察に知られ、この現場写真、西新宿の事件とやり方が一緒だな。ってことはこれは関東連合の仕業だ。薬の売買に詐欺、風俗の経営など好き勝手にされてきたが、今回が捕まえるチャンスだ。全員しょっぴくぞ。この六本木フラワー事件がきっかけで、関東連合の19人に逮捕状が出て、そのうち18人が逮捕されました。そしてこのうち捕まってないのは三立新一さんだけです。ふん、頭の切れる俺を捕まえられると思っているのか？俺はいち早くフィリピンに逃げてるよ。三立さんは現在もフィリピンのセブ島の離島に潜伏していると言われています。三立さんはわずか16歳で暴走族や関東連合を復活させ、どんどんアウトローの道に行ってしまいました。頭の良かった三立さんはどうして残虐王子としてこのような人生を歩むことになってしまったのでしょうか。三立さんと同級生だった関東連合元幹部の柴田大輔さんは、仲間外れにされることを恐れる三立が、その高い知能のすべてを用いて
仲間外れを主導するものになることに全勢力を注いだ結果、今日のような性格が形成されたんじゃないのかな、と推測しています。見立て新一って頭が良かったんだな。 IQ145 はものすごい天才ですね。勉強を頑張れば東大だって夢じゃなかったはずです。それが関東最大の半グレ集団になっちまうんだから人生わかんねえな。ちなみに三立さんは自身の暴虐無人な振る舞いが周囲から恨みを買っているとの自覚はあったと言われていて、闇討ちを回避するために仲間内にすら自宅の住所や携帯電話の番号も教えずにいたそうですよ。自分がやってることの非情さは分かってたんだな。自分の身を守るのもしっかりできてたから関東連合でやっていけたんだろうね。